CNE の観覧車から東側の長望プリンスゲート1907年に建造されたフォーティカルチャービルカナダ最大のコンベンション会場ダイレクトエナジーセンターエキシビションプレイスはカナダオンタリオ州トロントのオンタリオ湖岸に位置するコンベンション施設地区約80万平方メートルの面積にコンベンション日本史会場イベント会場劇場遊園地 スポーツ施設、公共施設、国定施設が集中している。毎年8月中旬から9月初旬のレーバーデーの連休までカナダ博覧会が開催される。エキシビションプレイスの名はその博覧会に由来する。会期中、エキシビションプレイスは近くの公園や駐車場を合わせて約105万平方メートルに拡大する。博覧会は様々なゲームやアトラクションの並ぶ。 遊園地が特徴である。博覧会は北アメリカにおいて最大規模で最も成功しているフェアの一つであり、トロントのみならずオンタリオ州における夏の終わりの風物詩の一つとなっている。敷地は新たな開発に伴い保護される文化遺産が複雑に入り組むようになった。エキシビションプレイスはトロント市中心部から西にある広大な地区である。地区には 様々な建造物、オープンスペース、記念碑が存在する。一年中様々な催し物が行われるが、夏の終わりに行われる、カナダ博覧会が最も有名である。またメジャーリーグサッカー、カナディアンフットボールリーグのチームが使用するスタジアムや、アイスホッケーのアリーナもある。主な施設としては、カナダ最大のコンベンション会場である、ダイレクトエナジーセンター、 メジャーリーグサッカーのトロント FC の本拠地であるサッカー専用スタジアムの BMO フィールドアメリカンホッケーリーグのトロントマーリーズの本拠地であるコカ・コーラ・コロシアムも存在する。またモータースポーツではチャンプカーインディカーシリーズのホンダインディトロントが市街地コースとしてエキシビションプレイス及び周辺道路を会場として開催されている。インディカーシリーズで使われる コースのレイアウトまた、ロイヤルアグリカルチャル、ウィンターンフェアを含む、様々な国際イベントや、多くの見本紙などが開催されている。東入り口には、エキシビションプレイスの象徴となっている門、プリンスゲートがある。この門は1927年に、エドワード皇太子とジョージ皇太子が訪問したことを記念して建設された。南部には、オンタリオプレイスがあり、 オンタリオ州政府が運営している。ありがとうございます。